はい、こんにちは、パソケンです。今回ですね、この動画では Windows 10で電源オプションの開き方と設定についてですね、説明していきます。で、この電源オプションの設定で行えることというのが、モニターがどれぐらいの時間で電源オフになるのか、あとですね、パソコンがですね、スリープになるまでの時間などを設定したり、それから Windows 10の機能の一つである高速スタートアップの設定有効無効などもですね、この電源オプションから設定できますので、そういったところを説明していきます。で、電源オプションの開き方ですが、スタートからですね、設定をクリックします。続いて設定画面でシステムを選択します。システムの左側のメニューからですね、電源とスリープという項目があるので、こちらをですねクリックします。そうすると電源とスリープというですね、画面に切り替わって、この画面でもですね、ディスプレイの電源を切る時間であったり、スリープになる時間など設定できるんですが、もっとですね、細かく設定できるところがコントロールパネルから開ける電源オプションとなります。で、その開く方法ですが、この電源とスリープの画面の右側にですね、関連設定という項目があるので、この関連設定から電源の追加設定ですね、こちらの文字をクリックします。そうすると電源オプションというですね、画面が開きますので、こちらでまずですね、左側にメニュー一覧があるので、一番上の電源ボタンの動作を選択するのところをクリックします。そうするとここではですね、電源ボタンを押した時にどういう動作をするかというところを決めることができます。で、基本的には電源ボタンを押した時にはシャットダウン、それからスリープボタンを押した時にはスリープというふうになっています。あとですね、この画面で高速スタートアップの有効無効の設定を、切り替えることができます。で、もしですね、この高速スタートアップの設定を行いたい場合は、この状態ではですね、チェックボックスをオンオフすることができませんので、まずですね、この画面でその設定を有効にするために、画面上の現在利用可能でない設定を変更しますの文字を一度クリックします。そうするとこのシャットダウン設定の項目が有効になりまして、ここで高速スタートアップを有効にするのところですね、オンオフを切り替えることができます。で、最後にですね、設定の方が終わりましたら、画面下にある変更の保存ですね、こちらをクリックします。続いてですね、左側メニューのディスプレイの電源を切る時間の指定というところをクリックします。そうすると先ほどもですね、表示されてたこのディスプレイの電源を切る時間とコンピューターをスリープする時間ですね、これらを決めることができます。で、時間を変更したい場合は、今現在設定されているところ一度クリックしていただいて、指定の時間を選択してあげてください。で、もしオフにしたい場合は、一番下の適用しないですねをすることで、ディスプレイの電源を切るが適用されなくなります。で、同じくですね、コンピューターのスリープ時間に関しても、指定してあげた時間ですね、任意の時間に指定してあげてください。そしてですね、もっと細かな電源の設定を行うことができるんですが、この画面の詳細な電源設定の変更というところがあるので、こちらをクリックします。そうすると電源オプションのさらにですね、細かなこの詳細設定を行うことができますので、こちらから各自で設定の方を行ってください。で、もしですね、この電源オプションに関しても設定を変更した場合に関しては、最後に適用と、そして OK ボタンですね、必ず押してください。またですね、電源の詳細設定ですね、こちらの電源オプションの詳細設定を行った際ですね、いろいろ設定を変更して元の設定がわからなくなってしまった場合ですね、初期の設定に戻したい場合に関しては、この電源オプションの詳細設定の画面で下の方にですね、規定のプランの復元というボタンがあるので、こちらをですね、一度クリックして、このプランの規定の設定を復元しますかという確認画面が出ますので、こちらで「はい」を押すことで初期の設定に戻すことができます。で、こちらですね、押したら最後に OK ボタンをクリックします。